おはようございます。私から冒頭2点申し上げます。まず1点目が政治資金規正法の改正についてでありますけれども、今参議院で議論が行われておりますが、その中で政策活動費の透明性の確保のあり方が課題になっております。特に10年後の公開の是非についてが課題になっておりますが、この点について申し上げたいのは、この10年後の公開の事項は、最終的に修正する際に自民党と維新の会との間で、まとめられた修正事項であり、公明党がこれに直接かかっているわけではないということですので、その趣旨是非等は自民党維新の会がきちんと説明すべきであるというふうに考えています。公明党としては、積極的に賛成するというよりも、反対までもいかないだろうということで、認めたということでありますので、その点について申し上げておきたいと思います。むしろ公明党としては、この政策活動費をチェックする第三者機関の設置についてこだわっていたわけでありますが、ご承知のとおり、これは設置をすると、そしてその制度設計を今後検討するということになりました。この第三者機関が設置をされれば、公開は10年後としても、その間、第三者機関が毎年これをチェックをするということになりますので、そういうことが担保されたということもあって、公明党として全体的に容認をしたということでございますので、その点改めて申し上げておきたいと思います。今回の政治資金規正法の改正、本体の大半が令和8年1月1日からとなりますので、令和8年1月1日と同時にですね、この第三者機関もその際には詳細がもうすでにきちんと詰まっていてですね、スタートできるような形で検討を進めていきたいというふうに考えております。これが1点目であります。2点目はですね、昨日の中央幹事会で報告を申し上げたのですが、党に総合企画本部との新たに設けましたが、その下に、公明党としてですね、ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョン・タスクフォースを設置しました。略して DEI、 あんまり聞き慣れないかと思いますが、先進的な企業では非常に取り組んでいるダイバーシティ・多様性、エクイティ・公正性、公平性、インクルージョン、包摂性、このタスクフォースを設置をいたしました。座長が佐々木さやか参議院議員、事務局長が鰐淵洋子衆議院議員となります。これは組織や社会によって多様性を尊重して、すべての人々を、包摂的な環境で受け入れるという考え方でありますが、党として、特に女性とか、あるいは障害を持っている方だとか、そういった方々が活躍しやすくなる環境整備を考えていこうということであります。で、実は総合企画本部では女性の、国会議員の女性の割合ですね、これは議員室にするのか、あるいは候補者数にするかっていうのは、また何年後にどれぐらいの割合であるかっていうのは今後検討していくのですけれども、その検討と合わせてやっぱり女性がより活躍しやすくなる環境整備をしていこうということで、このタスクフォースを設置をしたところであります。今後しっかりと検討していきたいと考えています。私から以上であります。それではご質問がある方は挙手で社名お名前を明らかにしてご質問をよろしくお願いいたします。それではいかがでしょうか。NHK の佐々木です。冒頭ご発言あった政治資金規正法についてなんですけれども、積極的に賛成した部分ではないとしつつも、賛成されたということで、
領収書の考え方についてお確認したいんですが、まあ、維新は全面10年後原則全面公開黒塗りがないことが好ましいという意見もありますけども、まあ、自民党からは明確な答弁が出ていない状況だと思いますが、党としてはどのようにすべきだというふうに考えますか。はい、まあ、これは今後、まあ、法律上は検討するということになっておりますが、まあ、望ましいのはやっぱり全面公開するのがそれはより望ましいことだというふうに考えています。関連でお伺いしますが、まあ、望ましいとしつつも難しい部分が一定あるというふうなお考えでしょうか。まあ、率直に申し上げて公明党はこれまで、議員に対して政策活動費を支給したことはありませんので、どういうケースでやって使っていらっしゃるのか、我々からなんかはっきり申し上げることはできません。これまで自民党のみならず主要の野党も使っていらっしゃいますから、まあ、そういう使った経験のあるところでしっかりと議論していただきたいというふうに思っています。他にいかがでしょうか。どうぞ。すみません、時事通信社の真田です。関連で政策活動費の第三者機関の設置に関してなんですけれども、一応念のための確認なんですが、冒頭令和8年1月1日の、まあ、施行に合わせて、まあ、スタートできるような形で進めていきたいということだったんですが、まあ、いわゆるその令和8年その施行日にはもうその第三者機関も設置できているということは、設置できていることが望ましいと考えています。ありがとうございます。他に、はい、読売新聞の森山です。旧文通費について伺います。旧文通費についてはですね、自民党と維新が先月末に合意した文書では、まあ、立法措置を講ずるという文言で入っていたと思うんですが、その後そのですね、立法措置のを取る時期をめぐって今自民と維新の対立が激化しているかと思います。公明党としては従前から改革の必要性ずっとおっしゃられたと思うんですけれども、改めて今国会でですね、何かしらの措置をすべきだというお考えでしょうか。まあ、公明党は従来から、この旧文通費については使途公開や未使用分の国庫返納、まあ、さらにはどこまで使い道ですね、使途も明確化すべきだということを申し上げてまいりました。でこの国会の冒頭でもこの通常国会中にというふうに申し上げてきましたので、まあ日にちはだいぶ少なくなってきましたけれども、6月23日の会期末までにまとまることが望ましい。ただ自民党さんからはちょっと日程的に厳しいという話も出ていますが、今両院議長というか議運委員長のもとに今度下がったのかしら、有識者からお話も聞くという動きもあるようですし、なるべく早急にですね、結論を得るべきだと、まあ、仮にこの国会厳しかったとしても、別にその閉会中でもこれ議論はして何ら差し支えないわけでありますから、日程的に厳しいということであればね、閉会中も引き続き議論をして早急にまとめていくべきであるというふうに考えています。他にいかがでしょうか。朝日新聞国吉です。すみません、冒頭あった DEI についてちょっともう少し具体的にあればお伺いしたいんですけれども、はい、例えばその女性国会議員の党内の割合にこう明確な目標値をつけるとか、今後何かこう何を打ち出していくか。DEI の方はどちらかというと女性が活躍しやすい環境づくりの方です。で目標の方は総合企画本部の方で本体の方で検討すると、どういう目標にするかというのはこれからの議論ということであります。だから目標と同時に、その目標を到達するためにやっぱり女性が活躍しやすくするしやすくなる環境づくりを検討していこうということでございます。はい、どうぞ。毎日新聞の野間口です。話題変わるんですけれども、代表選党大会について伺います。先日山口代表が党大会の延期についてまあ、配慮を巡らせたいというふうに言及されましたが、改めて幹事長、まあ、
まあ、今後衆院選も取り沙汰される中ですけれども、時期についてどのようにお考えになっているかというのをお願いします。はい、まあ、自民党の総裁選の動向や、まあ、衆議院解散の時期など秋以降の政治日程は、まあ、見通せない側面があります。まあ、そうした中で通例2年に一度開催している我が党の全国大会も、まあ、通例で言えばですから9月下旬とか10月上旬とかになるんですが、まあ、それがまあ今年は非常に今申し上げたようなさまざまな政治イベントがあり得るということでありますので、まあ、柔軟に検討する必要があるという趣旨で、まあ、代表はおっしゃったんだろうというふうに考えております。こんばんは。それでは以上で、新幹事長定例記者会見終了させていただきます。はい、ありがとうございました。